どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、ドラゴンクエスト 11S 前回からの続きからやっていきましょう。前回ね、ボスを倒した後になんかね、もう一人助けたいやつがいるんだって言われて、多分親父さんだよね。そのなんか迷子の女の子の娘、お父さんかがいると。なんだか物々しいですわね。ね、ゾンビみたいのいるよ。おい、おい、そこに誰かいるのか。もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけたわ。そうそうそう。いやー、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。ああ、よかったよかった。娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。あんたらまさかあの子をルコを知っているのか。ああ、心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから、里に戻ったらマスターにお礼を言うのね。うん、ありがとう。俺の名前はルカス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス、その名前どこかで聞いたことあるよ。有名人なの、ルパス。それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。私たちもホムラの里に戻って少し休みましょう。そうね。さあ、ホムラの里に戻り、宿屋で休むことにした。そして夜が明けた。さあ、夜が明けましたね。どこ行けばいいんだ。あら、起きたのか。お兄さんのお仲間さんなら下で話し込んでるみたいだよ。お兄さんのことを待ってるみたいだから早く行って終わり。下に行けばいいのね。ダッシュダッシュ。ああ、なんか話してるね。いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。うん、やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち姉妹の使命について。ああ、そうね、聞きたい。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし、大樹の申し子が降臨する。私たちの故郷に伝わる神話の一節ですわ。ほう、これ。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神を倒し世界を救った勇者の生まれ変わりなの。本当？神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか、それは私たちにもわからない。うん、そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として私たちが大抜擢されたってわけ。すげえじゃん。でも それ、うん、命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだね。じゃあさっさとそこに行こうぜ。ねえ、あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるのよ。簡単に行けると思ってんの。そ、知らねえよ、空に飛んでるとかよ。邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り大樹から使命を授かったそうですが、その記録も時の流れに埋もれてしまいました。なんだよそれ、あんたらにもわからないってことかい。命の大樹ね。ん、待てよ、何かわかるかもしれねえぜ。心当たりが。まあ本当ですか。なあ、昨日助けてやったおっさんな、実はあいつ有名な情報屋なんだ。命の大樹について何か知ってるんじゃねえか。おお、なんか確か
ね、最後のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。とりあえず酒場まで行ってみましょう。有名な情報屋有名な情報屋ってなんだろうね。情報ガバーンと酒場か。オッケー、酒場あっちだね。こっちこっち、おい、あ、いるいる。パパ、もう帰ろうよ。お店の人に迷惑だよ。そんなに入り浸ってんの？あと一杯だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。最低じゃねえかこの親父。よおっさん、ご機嫌じゃねえか。ねえ。俺さ。おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃあそいつをネタに商売してるって話だが、違うかい？不運なんだ。でも誘拐されたらね、めちゃめちゃ不運だよね。バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。すごいな。あの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。すごいな。頼もうつかの間、そこで俺は見ちまったんだ、一さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大事を知ってるか？命の大事に結びつくならどんな情報でもいい。あんたが知っていることを教えてくれ。なるほど。命の大事とはでかいターゲットだな。いいだろう。あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやる。おお、ありがとう。ホムラに来る前、南西の砂漠の真ん中で俺とルコは熱中症になっちまってな。不幸にも死を覚悟したその時、砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはねえ。あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。なるほど。うわあ。お姉様、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって。行ってみる価値はありますわ。微妙じゃない？そうね。枝とはいえ命の大樹。ずっと輝き続けてるってことは、勇者を導いてくれるに違いないわ。お、すげえ期待持つじゃん。たまには役に立つのね。ちょっとだけど見直したわよ。それではお姉様、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。なるほど。勇者様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。めちゃめちゃちゃんとするじゃんね。あら、さあ仲間が増えました。それからこれ、サマディ王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。何？通行手形。おお。南西の関所はサマディ王国の番兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。さあ2人が仲間になりましたね。やったぜ。うおー
ドラクエ始まったかない？てかレベルお前らちょっと高いのな。マジか。ザスキルパネル、あ、あ、よし、ちょっとスキルをね振っていきましょう。あ、あ、そうだわ片栗粉、これから長い旅になるでしょ、ちょ、とても便利な呪文を教えてあげるわ、ちょっと待っててね。えい、おお、ルーラ使えるのは便利じゃね。そのルーラの呪文を唱えれば今まで訪れた町にすぐ移動できるの。あとでここに訪れたくなったら呪文のルーラからホムラの里を選べばまた戻ってこれるはずよ。オッケー、次はサマディ王国よ。やった、ルーラ覚えた、じゃあ行きましょう。イエイイエイイエイ。さあサマディ王国行くか。体験版ここまでなんだ。なるほど。さあ、まあ出たはいいんだけど、出たらね、あれ、体験版ここまでとか言われちゃったから、あれだね、ちょっとホムラの里の、おちょっとうろうろして今日終わろうかな。クエストがあるんだよ、鉄鉱石を集めろってクエストを受けてたんだよ。そいつはわしが預かろう、いいなと思っておったが、倉庫の在庫を数え間違えとって鉄鉱石はもう必要なかったんじゃ。鉄鉱石はおめえさんが持っていてくれ、いいの、詫びの代わりじゃ。鉄鉱石を使うレシピを持ってってくれ。鉄製の剣のレシピを受け取った、本当にすまんかった。じゃがわしらのような家事にとって材料ってのは本当に大事なもんなんじゃよ。じゃ数え間違えんねよもう。まあまあまあ、それくれるんだったらありがてえわ。さあじゃあね、今日はラストに不思議な家事をやって終わろうぜ。おっしゃー、めちゃめちゃ早いと思うけどね時間的に。さあ不思議な家事セット、この謎の空間にレベルアップ。これまでの冒険によって家事技術が向上、集中力が上がりました。さあ鉄の剣へ行くぞ。じゃあさあ、まず上下打ちをかましていく。あー、会心の手応え、でもこれか。あー、こうだな。こ、全然うまくいかないんだけど。あー、もうやめた、打たない方がいいよな。もう一回打ちたくね、ここならもう一回打ってもなんかバレないんじゃね。やめとくか。いや、やる、あ、間違えた。あー、あぶね、こっち。あー、ダメだ、うまくいかない。プラス1か、プ、いや、打ち直したい。打ち直したい。打ち直し。違う。どこだ？あったあった。さあ、鉄の剣プラス1を打ち直し。上下打ち。上下打ち、あ、いいじゃん。で上下打ち、あ、さっきより全然いいんじゃない。許せ、おっしゃー、許された。これプラス2は見に行ったべ。お、プラス 3？ おー、やったー。いいっすね。
じゃあ早速装備していきましょう。超強くなったじゃん。攻撃力どんぐらい上がった？ 6 か、微妙だわあ、でもまあ上がりましたね。じゃあね、今日はねこれぐらいにしておきましょう。もしかしたら体験版中でまだ他にできることがあるかもしれないから、それはねまた動画にするかもしれません。もしなければね製品版が出るまで待って、製品版にこのデータ引き継いでやるんで、よかったらそれも見てってください。よかったらね、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。